台湾の新国統治時代とは、新朝が停止政権を倒して、台湾を編入した1683年から、日清戦争の敗戦に伴って、新国が大日本帝国に割上した1895年4月17日までの時代である。新国は台湾についてほとんど投資を行わなかったため、発展は遅れたが、新国が台湾を領有した当初から、 米国が豊富に採れたため、福建、関東の国葬と称された。さらに19世紀には、茶、砂糖キビ・小農、鉱物の生産地として発達し、出荷地として都市化も進み、帝国主義時代には台湾民主国が成立する背景となった。建国以来阪神勢力の撲滅を目指してきた、新朝は、阪神また、民を掲げる台湾の停止政権に対しても攻撃を、 行い、1683年に台湾を制圧して停止政権を滅ぼすことに成功した。だが、新国は停止政権を滅ぼすために台湾島を攻撃、制圧したのであり、当初は台湾島を領有することに消極的であった。しかしながら、朝廷内での協議によって最終的には軍事上の観点から領有することを決定し、 台湾に一府三県を設置した上で、福建省の統治下に編入した。ただし新国は台湾を加害の地として、さほど重要視していなかったために統治には長らく消極的であり続けた。都牛港によって万会という台湾原住民の生活域と肝心の生活域を分け、台湾原住民を化けがいののしげるとして放置し続けてきた。一方で、 漢人は漢会に土地を借り開拓は続き徐々に原住民の生活域は圧迫され、その度に漢会は策定し直されたが、台湾本島における、新国の統治範囲は、島内全域に及ぶことはなかった。なお、現在、中華民国政府と中華人民共和国は、新国が台湾のみでなく、長魚島にも主権が及んでいたと主張している。 1786年11月に中部の消火圏で、天地会の会員数名が逮捕されたことを発端として暴動が発生し、県知事を含め管理の多くが殺害された。首謀者の名を取って、林総文反乱と呼ばれる。この事件は、翌年12月に大陸から鎮定軍が派遣され1788年に収束したが、事件を契機として、 台湾周辺に組織的な海賊が横行するようになった。この時期は解禁策が取られ、私代は男性のみに限られていたが、一般にこの時期に大量の密航が行われたとされている。例えば1759年の1年間に打捕された密航は25件、逮捕者は994人であった。人口は増加し続け、 1811年には195万人に到達した。1894年当時の台湾省の行政区革新国編入後、台湾へは対岸に位置する中国大陸の福建省、広東省から相次いで多くの漢民族が移住し、開発地を拡大していった。そのために、現在の台湾に居住する本省景漢民族の言語文化は、 これらの地方のそれと大変似通ったものとなっている。漢民族の大量移住に伴い、台南付近から始まった台湾島の開発のフロンティア前線は約2世紀をかけて徐々に北上し、19世紀に入ると台北付近が本格的に開発されるまでになった。19世紀前半には一府西鹿像と呼ばれるほど、台南府、昭和の港、 の三大港を中心とした繁栄が見られ、林本源や陳中和などが土着した、商人資本の代表だった。1885年には、福建台湾省を置き、三府一直令州六町十一県の設置となった。阿平戦争などを機に貿易港として指定された、キールン、濁港を中心として発展した。この間、台湾は主に農業と、 中国大陸との貿易によって発展していったが、新国の統治力が弱い台湾への移民には、気象の荒い海賊や食いはぐれた、緊急民が多く、さらには、マラリアデング熱などの熱帯病や台湾原住民との葛藤、台風などの水害が激しかったため、台湾では内乱が相次いだ。一例として、1805年には、 福建省の海賊再建が淡水を襲撃して、沈海異部を合し、翌1806年には、貴族と交往して、台湾浮上を包囲する乗乱事件が起きている。なお、新国は、台湾に、自国民が定住することを抑制するために、女性の渡航を禁止したために、台湾には、漢民族の女性が少なかった。そのために、漢民族と平地に住む、 原住民との混血が急速に進み、現在の台湾人と呼ばれる漢民族のサブグループが形成された。また、原住民の側にも平ら保族と呼ばれる漢民族に文化的に同化する民族群が生じるようになった。19世紀半ばにヨーロッパ列強諸国の勢力が中国にまで進出してくると台湾にもその影響が及ぶようになった。すなわち、 1858年にアロー戦争に敗れた清が天津条約を締結したことにより、台湾でも大南、阿ビラ港やキールン港が欧州列強に開港されることとなった。また、1874年には日本による台湾出兵が行われ、1884から85年の清仏戦争の際には、フランスの艦隊が台湾北部への攻略を図った。 これに伴い、新国は日本や欧州列強の進出に対する国防上の観点から台湾の重要性を認識するようになり、台湾の防衛強化のために知事にあたる準備を派遣した上で、1885年に台湾を福建省から分離して福建台湾省を新設した。福建台湾省設置後の新国は、それまでの消極的な台湾統治を 改めて本格的な統治を実施するようになり、流明電が準部となると、地祖改正を意味する新婦事業に着手し、省と台北府の近代都市化も大きく図られた。電気と電灯電信、1887年には、キールン、台北間に鉄道などの近代的社会基盤を整備し、本土から商人資本を呼び寄せ、教師講師を設立するなど、 積極的な政策を進めた。また1892年の米の生産量は人口700万人を養えるほどとなり、1894年には砂糖の生産口は5万3000トンに至り、大量のアヘンが輸入されていたが、茶などの輸出のおかげで常に大幅な黒字で、人口も1893年には255万人に到達した。だが、 日清戦争に敗北したため、翌1895年4月17日に締結された下関条約に基づいて、1895年6月2日の授受式より台湾は新国から大日本帝国に割上され、それに伴い福建台湾省は設置から約10年という短期間で廃止された。これ以降、1945年10月25日までの50年間、 台湾は大日本帝国の外地として、台湾総督府の統治下に置かれた。清国は原住民を万人と称し、成万と熟版とに区別した。清国の統治下にあり溶益、納税義務の負担、新国の法律が適用され、ある程度需要士官人に近いと考えられたた、原住民を熟版、統治外にあり、中国文明を全く需要していないものを成万と呼んだ。 中間段階にあるものをバケバンとする場合もある。1722年、新国によって、万会と呼ばれる肝心、聖万間の居住空間を東西に区画した境界線が制定され、肝心はこれを超えて侵入、開墾してはならないと法律で禁じられた。ただし、新末の解散部版政策まで二番会は、数回にわたって再確定された。つまり実際には、 漢人は越境し、原住民の土地を借り、もしくは強奪して、開墾をしており、近霊は必ずしも十分には実施されなかったことを意味し、結果として番会は全時東へと移動していった。番会の西側では、熟番は漢人と雑居し、漢人と通婚を重ねていったと考えられている。一方で、番族金古説によれば番会の東側で生活する生番にも、 万象という税を納めているか否かに帰化と引き化の区別が存在した。ただし帰化成版は直接に申告へ税を支払うわけではなく、社長が成版との交易から得た利益を税として納めていたのである。つまり、関係側が社長に帰化成版との交易を許可する一種の交易税を万象と称していたに過ぎなかったと考えられる。バンすなわち未帰化成番は、 彼らが帰化していない以上、肝心との交易は公的には禁じられていたが、実際には万割と呼ばれる商人と交易を行っていた。公認の社長とは対照的に万割の交易活動は非合法であり、ゆえに官権の管理は及んでいなかった。原住民たちはこうした万割を介して、使用や重機などを手に入れていた。ありがとうございます。